2000系西鉄特急脱線事故とは、1975年3月1日19時6分頃、西日本鉄道が運営する、大牟田線のいじり駅雑所の熊駅間で発生した列車脱線事故。18時59分、大牟田行の下り特急1803列車は、約500名の乗客を乗せて、福岡駅を出発した。その後、 約時速8 5トルで伊じり駅を通過する際、前方にある伊じり3号を踏切西側より無停車で進入しようとしたライトバンが脱輪しだち往生しているのを運転士が確認し、警笛を連続睡眠と同時に非常ブレーキを扱うが間に合わず接触した。接触によりライトバンは約5 0ル先の畑に飛ばされ、また列車は左側に傾き出線。 河川柱をなぎ倒し、約100メートル先の線路脇の民家3個に突っ込んだ。あと、原型を止めたまま、区の字に横転し止まった。同じ頃、上り普通列車が、約時速90キロメートルで、事故現場に接近中だったが、下り列車の脱線時に起きた、高圧線のスパークを普通列車の運転士が、約500メートル手前で発見し、 急ブレーキをかけ事故現場の約50メートル手前で停車したことで二次災害を免れた。事故直後に気を失っていた特急列車の運転士はすぐに意識を取り戻した後、事故現場近くで停車した上り普通列車の列車無線で指令室に救助要請を行った後、脱線現場で負傷者の救出を行った。停電により非常用扉のコックが動かなくなったが、 車掌がこれに気づき、停電用ボタンを押したため、非常扉が作動し多くの乗客が脱出した。また、一部の乗客は、半分に破れている、連結部分の貫通歩路から脱出した。重傷者2人、軽傷者41人を出した。電車が脱線時に、電力会社の高圧線に接触。これにより、鉄塔が大きく傾いたため、博多区、南区、大野城市。 春日市の一部で約2時間にわたり停電が発生した。この停電で信号機が動作しなくなり多くの道路で渋滞が発生した。またこの事故で福岡二日市間が普通となり福岡バスセンターから代行バスによる代行輸送が開始されたが週末の夜だったこともあり大混雑し発車までに時間がかかった。19時10分過ぎに事故の第一報が 西鉄福岡駅に入る。しばらくして利用客が改札口に殺到、電車が動かない理由を駅員に尋ねたが詳しい、説明はなかった。その後事故発生から実に約50分後、事故を知らせる掲示が張り出され、代行バスによる代行輸送をするという案内がなされた。西鉄は現場に事故対策本部を設置。日付が変わった翌日朝から、 復旧作業が開始された。事故の翌々日が国立大学の一斉入試日だったこともあり、作業は急ピッチで行われた。クレーン車4台が投入され、現場に散乱した事故車両の破片を撤去するとともに、切断した河川柱や曲がったレールも交換された。その後、同日19時過ぎ、民家に突っ込んで横転していた。 戦闘車両が線路脇の田んぼに移動された後、福岡駅とかすが現駅から出た救援車両により、2日、死車両基地へ牽引、搬入された。その後、事故から約26時間半後の3月2日21時30分に全面復旧した。全面復旧に伴い、下り線は22時の福岡発大牟田行の特急列車より、上り線も、 同22時2分発の2日始発福岡行の特急列車より運転が再開された。下り線については、事故現場を約時速 25km で徐行運転する措置が取られたが、同日は上り8本、下り9本が運転した。全面復旧に至るまで、同日は福岡大橋、春日ガ大無田間で折り返し運転、大橋から春日原間はバスによる、 代替輸送を行った。なお、事故車両は、全車修繕、復旧されて、運用に復帰したが、本事故での影響で老朽化が早く進行し、同系車の中では、一足は約2001年に廃車されている。当時、大無無線の踏切保安装備率は41.5%と、全国的に見ても低く、遮断機もない外4種踏切が、数多く存在しており、鉄道事故の多くは、 踏切上で発生していた。このため西鉄には早期の踏切の統廃合が求められており、西鉄側も経費6億円をかけて、向こう6年で大無田線の危険な踏切73箇所を廃止する、踏切整備6カ年長期計画を脱線事故が起きる、わずか1日前の2月27日に発表したばかりであった。 この事故が発生した南区平原にある第4種の伊じり3号踏切は、以前から大無田線の事故多発地点の一つであり、事故先月の2月23日にも児童が上り、列車にはねられ重傷を負ったばかりであった。現場は緩やかなカーブを過ぎたスピードの出しやすい地点でもあり、近隣住民の恐怖の対象となっていた。 本事故以前には1970年に付近の住民が土地を出し合って、一里3号踏切の道幅を1.8メートルから4メートルまで拡張することを西鉄に申し入れていたが、受け入れられていなかった。事故後、一里3号踏切は付近の踏切との東廃号で閉鎖された。1994年までに、大無線はすべて警報、遮断機ありの 第一種踏切に移行したものの根本的な安全対策としての連続立体交差すなわち、高架化して踏切そのものをなくす事業実現に、さらに四半世紀余りの時間を要した。これは、西鉄天神大牟田線連続立体交差事業は、雑所の熊か代理館のみで、いじり駅周辺が住宅地と線路が切迫している箇所があり、高架化工事に必要な用地と、 工事車両通行可能道路がないことや、いじり大橋間は、新幹線との交差部分に問題があるためとされる。一方で、いじり駅周辺早期降下化を求める、地元沿線住民から請願が2016年に提出され、福岡市議会で採択されたものの事業科目とは、立っておらず、2021年4月現在でも降下化は未定である。ありがとうございます。